原亜美のモテの法則。今日は婚活についてお伝えをしていこうかと思います。突然ですが、皆さんは婚活の条件っていうものは何か明確にお持ちでしょうか？私はこの7年ぐらい婚活マインド講座という形で男女40代から50代60代ぐらいまでの方を対象に講座を開催してきておりますが、最初の講座でよくお聞きするんです。どんな条件を持っていますかっていうところです。で、よく上がってきたものをちょっと軽くお伝えするとね、女性陣が持っている婚活の条件第1位は経済力です。これはね、仕方ないと思うね。女性陣っていつかは子供を産むかもしれないし、介護をすることになるかもしれない、そういう先のことをちょっと考えた時に、自分のお給料がほぼゼロになった場合、旦那様のお給料だけで子供を養い、親の援助をしっていうことができるんだろうかっていうところを考えてるんです。決して依存しようっていう感覚ではなくって、本当にその家計のことを考えた時に、旦那様のお給料で最低ライン生活がしていけて、そしてそこに自分のお給料を足すことによって貯金ができる、たまには家族で旅行に行けるっていう、そのプラスアルファのところが自分であり、土台はご主人っていうふうに考えている方が多いんです。で、2番目は何だったっけな、優しいとか穏やかとか性格の部分です。まあ、価値観が合うとかっていうのもちょっと入ってたりはしましたけど、そういうこう優しさ、穏やかな毎日が過ごしたいという。そして3番目は男性として頼れる方がいいなっていう人が結構多かったです。で、これもね、誤解しないでほしいのが、依存したいわけじゃないの。頼りきりたいわけじゃないの。だって何かハプニングとか大きなトラブルがあった時、結構しっかりしてんのって女性なんです。地震が、大地震がやってきて、私も地震経験しましたけど、大地震がやってきて、うちの親もね、普段は父親がすごいしっかりしてる父親優位な家庭だったんですが、大地震のあの時母親はめっちゃしっかりしてました。結構サクサク指示を出して、私たちはその指示に従って動くみたいな、そんな感じだったんです。でも、どこのお母さんも子供を守りたい、自分の家族を助けたいっていう気持ちが強いので、やっぱりいざっていう時は女性が強いんですよね。ただね、ちょっと甘えたい時もあるんです。だから男性としてね、ちょっと甘えさせてくれるような、そんな包容力がある人がいいなっていうのが出てきたりするという、そんな感じなんです。で、男性が挙げている条件はあんまり明確じゃなくって、まあ自分と会えばどんな人でもいいです。で、できたら若い人がいいです。できたら好みのタイプがいいですみたいな、そんなちょっとゆるっとした、そんな感じの条件がね、よく上がってくるんですが、まあ、どれも間違いではないし、どれもその人にとっては正しいことなんです。ただ私がお伝えしているのはね、その条件も大事なんだけど、じゃあ全部の条件がそぐわっていて素晴らしい人に出会えたと、でも一緒にいたらちょっと自分が背筋伸ばして頑張らなあかんとか、ちょっとこう何やろ、かっこつけた自分でいないといけないとか、そういう人やったらどうするって聞くんです。で、大概の受講生は言います。いや、条件揃ってるんやったらそれでもいいです、ちょっとぐらい我慢するって言うんだけど、まあ実際蓋開けてみたらね、まあ例えばある受講生の方がね、本当に条件ぴったりの方に出会ったんですよ。出会ったんだけど、1回目のデートはめっちゃ楽しかった。おしゃれなレストランに行って、もう典型的よね、ちょっと夜景を見てカフェに寄ってお茶をして帰ってくるっていう、でもすっごい楽しかったんだって。で、2回目のデートになると楽しいんだけど、
家帰るとため息出たらしいので、3回目のデートの時は朝起きて行くってなった時にちょっとめんどくさいなって思ったんだって。でその話をしてね、なんでそんな気持ちになったのって聞くとね、ちょっと一緒にいるとしんどいんですって言わはった。これ男性でもあったの。男性の受講生が最初はもうその出会った女性が可愛くってすごい素敵な人に出会ったんです、僕の運命の人だと思うんですっておっしゃってて、で1回目2回目3回目4回目ってデートを重ねるうちに、先生ちょっと最近めんどくさいんですよねデート行くのって言うので、まあそんな条件が良かったらちょっとぐらい我慢するって言ってたやん、何が嫌なのって言ってたらね、よくよく聞くと一緒にいると肩肘張ってなんかこう頑張ってる自分がいるっていうことに気づき出しましたと。でその頑張っている自分がしんどいんです。男性の方はね、こんなん言ってたよ、あのデートから帰ってきたら取引先とご飯をして帰ってきたぐらい疲れてると、そんなあかんやん、一生ずっとその人といるのに疲れて帰ってきてた意味ないやんと、そんなお話をしたことがあります。ちょっと私のことをお話しするとね、私は28年間かな、8年目に入るんですが、エステティックサロンの経営をしてます。そして7年前からブラッシュアップスクールの、学校の校長として、でそしてそのアカデミーのトップ講師として、あ、洗濯機の音アカデミーの先生として活動をしていたり、あとまあ作家とかラジオとかいろいろやってきてるんですが、基本的に完璧主義なんです。仕事は完璧にしたい、ただしそれは自分にとって完璧というところでもあるので、抜けてるところはたくさんあるかもしれないんだけど、とにかく完璧主義なんです。なのでちゃんとしたいんだね。だから肩肘張るし、背筋もピンと伸ばしてやるし、ちょっと背伸びもするし、強気にも出るし、女性やったらそれ苦手なんちゃうんって言われることもできるようになってきたし、でもそうやって頑張ってやってこないとサロンの経営とかできなかったの。強気でいないといけないっていう感じだったので。ただ今お付き合いしているミニオンね、よく出てくるミニオンなんですが、ミニオンの前にいるとね、結構どんくさいね。どんくさくてボーっとしててアメーバーみたいです。でミニオンは私のお世話を朝から晩までずっと私のお世話をしているという、そんな感じ。ただ甘えてもいいんだなということを教えてくれたのはミニオンで、人に頼ってもいいんだな、肩肘張らなくってもいいんだなっていうのを作り出してくれたのはミニオンなんです。でそうやって男性に甘えている自分、頼っている自分というものが結構好きやなっていう、そんな感じ。あ、なんかすごい楽やし、気張らんでいいし、かっこつけんでいいし、ほんまに素の自分がいてる。で、その素の自分っていうものをミニオンは受け入れてくれていて、逆にミニオンも私のお世話をしていると幸せだと言います。無理やりやらせてないよやってくれはんねんけど、でもそのミニオンと一緒にいる時の自分って多分他人さんには見せてないでね、見たらびっくりすると思う、アミさんこんな感じやったみたいな感じやと思うんだけど、本当に私はそのミニオンと一緒にいている時間というものがすごく幸せで、ミニオンの前にいてる自分がすごく好きなんです。で、このポイントがね、その人と一緒にいるとすごく自分が楽で、その人と一緒にいている自分が好きと、そんな私が好きで思える人と付き合ってほしいの。どうしても条件に走りがちなんです。で、ちょっと先に話した男性も女性もそうだったんだけど、条件さえ良かったらちょっとぐらい我慢するっておっしゃってたけど、まあ
40、50年その人と一緒に生活していくって考えた時に、相手が自分のことを素敵な女性にしてくれる、素敵な男性にしてくれる、そしてその人と一緒にいる時間帯の自分のことを本当に好きやなって思える、そんな相手であればあるほどパートナーシップっていうのは結びやすいし、いい関係が築けるんじゃないかなというふうに思っております。ね、気をつけてほしいのが、どんなにいい条件であろうと、もしくは自分の条件以上の人が現れたとしても条件に惑わされない。その人と一緒にいる時に肩肘張らずに気が楽で、ダラダラしていいっていう話じゃないよ、でも気が楽で無理しなくてよくって、女性として人間としてその人と一緒にいている自分がすごく好きだと、でいい女にいい男性にしてくれるという、そういう相手を見つけてほしいんです。じゃないとそこで我慢してしまってね、条件はすごくいいんだけどちょっとしんどいな、でも条件いいしな、このぐらいしょうがないよなって我慢してるとね、だんだん日にちとともにね慣れていく部分もあるかもしれないんだけど、もうあかん、もうしんどいってなった時に爆発しちゃうんです。よくある熟年離婚とかもそんな感じに近いと私は思っている。若い時に大恋愛で結婚した人もいるかもしれないけど、ちょっと無理しながら親も気に入ってくれたし、この人にしよう、もしくはお見合いで結婚をすることになっちゃった、でも条件はすごくいいだけどちょっとしんどい、まあ嫁ってそんなもんよねみたいに思いながら、長年ずっと子育て介護家のことってやってきて、結局ふと子供が手を離れ、まあ、介護も終わり、自分の時間ができた時に、私の人生ずっと我慢やったなって思って離婚していく方って結構多いんです。でもやっぱりね、一回結婚して一緒にいようって決めてね、ずっと長年一緒に生活していってる中で、できたら棺桶入った時に、ああこの人と結婚してよかったなって思って死にたいよね私は。で、管につながれてさ、こう酸素をつけられてても、ああミニオンでよかったなっていう、そういう人生を送りたいと思っているからこそ、一緒にいてほんまにしんどくない人を選んでるんです。ぜひ今婚活中の方がね、このムービーを見てくださっていたら、条件に惑わされずに、その人と一緒にいてる自分がめっちゃ可愛いね私って思えたりとか、その人と一緒にいるとなんか男らしさが出てくるんです、でもそんな僕が好きなんですっていう風にさせてくれるお相手とぜひ結ばれていただきたいなと思って、今日はお届けをしました。またこの続きというか、もうちょっと深く喋りたいところもあるので、また後日ね投稿していきますので、このチャンネルがいいなと思ったらチャンネル登録、そして高評価ボタン押してくださると嬉しいです。で、お願い事がめっちゃ一生懸命投稿してるので、低評価ボタンはぜひ押さないでください、やる気がなくなるからはい、じゃあまあ今日もこんな感じでねお送りしましたが、他に、婚活マインド講座、その他もろもろ再生リストからも見ていただけるようになっていますので、吉原亜美のモテの法則、またこの後も引き続きご覧ください。